リプリ、皆さんこんにちは、エリの心です。はい、ということで今日はですね、結構リクエストいただいていた大学生の春服月から金のコーデを紹介していきたいと思います。ということで、夏やったのかな、あと秋か冬もやった気がするんですけど、春服は初めてなので撮っていきたいと思います。ガチの月から金の感じなので、結構髪型とか撮ってる場所とかも違うと思うんですけど、ぜひ見ていってください。はい、ということでレッツゴー。月曜日の服装はこんな感じです。ポニーテールして、ピンクのトレーナーにシンプルにジーパンにして、カバンはいつものマウジーのこれです。もうめっちゃスクバにこれちょうどいいので、学校のカバンはもうほぼほぼ毎日これって感じです。で、靴は白のコンバースにして、ちょっと春らしくカジュアルな感じに仕上げてみました。イエイ、行ってきます。水曜日は緑のトレーナーにジーパンにシンプルなコンバースで合わせてみました。はい、こんな感じでスキニージーンズにシンプルに合わせました。これにカバンを持ってライブから行ってます。上はベルシカで、下もベルシカで、今日はベルシカコーデになっております。なんかね、昨日アイプチヒトラの目のネクタイ幅が広くなったんです。イエーイって感じなんですけど、こんな感じでシンプルに春っぽく色を入れながら大人っぽいコーデにしてます。イエイ、行ってきます。はい、今日のコーデはこんな感じです。ちょっと眩しいんですけど、パーカーにジーパン合わせて、ちょっとカジュアルめのシンプルな感じにしました。靴はこれです。バンズの靴で厚底になってる可愛い色の靴なんですけど、ちょっとカジュアルに、でもやっぱり大学に行くのでラフな感じも必要かなって思います。これちょっとボワッとドッキミになってるので、デザインめっちゃ気に入ってて好きです。ショート丈で大きめのデザインなので、スタイル足がちょっと長く見えるかなと思って、ハイウエストのズボンと合わせてみました。はい、金曜日の服装はこんな感じです。黒いパンツに黒とグレーの間みたいな感じの丈の半袖を中に着て、ジージャンを着てます。このジージャンマジで使える、着回し最高にできるし、やっぱり春はジージャンって感じなので。あ、そして急に髪が伸びてるんですけど、こちらエクステつけたのですいませんって感じなんですけど、アクセサリーは黒なのでちょっと銀色にしてみました。これはファンの方からいただいたネックレスです。可愛いの気に入ってます、ありがとうございます。あ、靴は今履いてないんですけど、ドクターマーチン履いてます。これなんかかっこいい時はドクターマーチンの厚底履いてかっこよく締めてます。こんな感じですね、私の1週間コーデは。だいたいプチプラで収めてます。たまにはね、高い値段の服も欲しいんですけど、質も大事だけど、これすごい量を選んじゃうので、なんか安くていっぱい買えた方がなんか嬉しくなっちゃって、でも自分のご褒美の時にはたまには高いもの買ったりするっていう感じですね。私は5日間、月曜日から金曜日、ガチで大学行く時のコーデはこんな感じで、やっぱ大学は私服なので結構毎日お洋服選びも大変なんですけど、まあ、毎日朝苦戦してはいますが楽しんでいます。洋服の、詳細などはもしわからないことがあったらコメントで教えてください。ということで、今回もこの動画を最後まで見ていただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。